私が守る。あー、レッツゴー。情けをかけるな。何十年と生きている醜い化け物。あれは確か2年前のこと。ヒロの薬は飲みやすいだろ。そうだろ、俺と違うんだろ。エコ兵器だ、エコ兵器だ。指示に従っただけなので、お礼を言われる筋合いはないから、さようなら。何を？なんだっけあの鳥。僕はどちらでもすぐに忘れるので。戦ったの？肉好きもいいな。俺は黒好きで切ったけどな。もしもし、大丈夫ですか富岡さん。鬼を切りに行くための私の攻撃は。あの方に失礼のないようにしろ。それをあの方がどうしてもと言うから連れてきたんだ。くだらない妄言を吐き散らすな。そもそも身内ならかばって当たり前。働かせてもらえてよかったです。足抜けって何？そうなんだ、スマオイランは足抜けしたんですか？最後は全身訓練です。端的に言えば鬼ごっこですね。あちらの金尾がお相手です。何かわからないことでも。俺はいかなる理由があろうとも鬼にならない。俺の責務を全うする。ここにいる者は誰も死なせない。鬼になれ京次郎。生身を削る思いで戦ったとしても。そうか、に投げ飛ばされたのは初めてだぜ。生き物の死骸なんて埋めてんだ。あたしもあたしも。あんた意味わかって言ってんの？遠慮しなさいよ。天元様の意地悪。例のものは見つけたのか。お前は何か思い違いをしているようだ、赤ずき。おいおい、なんだか面白いことになってるな。何の保証にもなりはしません。お前の方こそ何をしている。さあかかってこい。わからない、努力は負けるかも。してくれないの？大体あんたさっき私が上限じゃないとか言ったわね。
ああ、鬼に取り憑かれているのだ。早くこの哀れな子供を殺して解き放ってあげよう。兄ちゃん、どうしていつも謝るの？綺麗な着物が着れなかったらかわいそうなの？勝負きっとなれるよ。私が見てあげるもの、私たち鱗滝さんが大好きなの。耳に花札のような飾りの鬼狩りはお前じゃの。優しい。コンコロリ、息も忘れてコンコロリ、よくやってくれた、おねに絶望を断ち失った。泣いてください、天元様。毒なんてどうしたらいいですか。ひどいです、神様。そんな行動に意味はない。降りてこい、このバカ者。開けてるだろ。一目瞭然に。だってめえ、俺の嫁が遊郭に潜入して報酬集に励んでんだよ。なんなんだこいつ。俺の方が先輩なのに。水野と、なんで裸じゃないんだ。生きていくしかない。偽物だったのだ。俺たちの絆は本物じゃなかった。結局お前たちは自分の役割もこなせなかった。刀だよ刀。今すぐ刀よこせ、鬼殺隊の刀。それに出す痛くも運命と。お前はとにかく判断が遅い。わしの言っていることがわかるか。自分の頭で考えられ。私は申します。その子はユシロ。鬼を人に戻す方法はあります。優しい音。どんなに悔しくて。辛いね天下。君の選んだ道は戦いの場に身を置き続けるのが苦しいことだ。どうした。俺は優しいから。お前らに血をやるよ。二人ともだ。どんなに打ちのめされても。ありがとう天元様は。今でも亡くなられたご兄弟を。その花びらもらってもいいですか。